態は、これが1番でした。で、これが1番だったときに答えはどうだったかというと、まず判別式が正、そして、F0 が正、そして軸ですね、あ、入らないですね、軸の2分の A が正というふうになりました。この3つを解けたら1番、2番、3番の連立方程式でした。はい、じゃあ今度は負の解です。負の解の時はこれ2番ですが、はい、じゃあ運命を聞きましょう。どうしたらいいでしょうか。負の解、2つの負の解、どうしたらいい。全部逆にする。はい、わかりました。じゃあ君聞く。これ逆にしたら解ない。書くないと。こうみんな間違い。あれ、はい、どうぞ。考えて話すよ。式を無理やりマイナス、あ、全辺マイナスかけるぞ。全辺マイナスかけた式。いや、ただちょっといいですか。例えばこういうのがこうなるだけじゃないの。正の解変わらない。はい、どうするのじゃ。これダメだよね。したら君ここは妥協だな。やっぱりこうだよね。したらこれはどういう判別式は？ゼロになるんですね。これは絶対。これでも君危なかったね。で次2番。こうなりたいってね。じゃあどうだろう。また君なんか勘違いしてるね。F0 が0より小さいやったら下になるぞ。軸やろ。軸がちょっといきますよ。これちょっと本当はね、順番これ逆がいいんです。ちょっとこれもう一回整理しますね。ちょっといきますよ、はい、まず1番は判別式でしたね。で2番は軸が正ですね。でその次に F0 が正ということでしたね。こういうふうになりました。じゃあ次負の時はどうなる。負の時は君は判別式は正一緒です。で今あなたが言ったようにこうですね、軸が負ですね。軸が負だということを言いたいですね。その軸がね。だけどこれもダメなんですね。軸が負でもこうなったらダメでしょ。軸が負でもなんていうか、こんなになったら正なんでしょ。正でしょ。そしたらどうしたらいい。君の言ったように軸が確かに負だけど正なんてよかい。じゃどうしたらいい。どうしちゃダメよ、それ授業変えてるダメよ、どうダメよ。それは全然教育の関係の関係の逆計算脂肪ませる。そう、脂肪ませる。脂肪ませるってことはこうですよね。そしたらこの青とこの青の違いは何ですか。意識だよ。係数。何の件も全てが入ってない。何言うのね。ケース違うんですよ、はい、いや、見ていいんだよ。はい、何、はい、F0 が、はい、何ですか。こういうのね、正ですね。さっき F0 が負とか言う人もいましたが、F0 が正であるんですね。ということで、この3つの連立方程式を取り上げます。要するに、2分の A が軸2分の A が負、こっちは2分の A が正。すいません、なんか適当な まとめ方してますけど、まあこうですね。
はい、これです。だから彼が言ったように、すべてを逆にしたら大変なことが起きます。いいですね。あ、取っていいですよ。今カットします。いいですね。分かったね。全部逆って書いてダメ。式ごと逆とか言ってるからダメですよね。だから慎重にこうやっていきます。いいですね。疑問点ありますか？ジョナン君大丈夫？大丈夫？分かんない。じゃあ言って、何？分かんない。大丈夫かな？あとは。ちょっと環境が悪いけどね。大丈夫かな？で、次行きますよ。いや、それじゃあ次は3番。1以上の異なる2つ。さあ、どうします？どうする？まずイメージは簡単ですね。1以上に解が2。どう？はい、決まりました。どうぞ。あ、見えない。こういう時は見えないですね。はい、ないね。すぐも悪いと見えない。はい、どうする？まずこの流れからいくと D は、うん、0にする。そうね、負とは言わないね。やし、いいね。まずこれで1対1かも打てる。でも、これじゃこっちかもしれないしね。こっちかもしれないね。はい、次の関門は1以上ですね。うん、これ1ね。はい、軸が、軸ね、うん、軸が、うん、いや、これ軸がですね、うん、まあまあ最低限でいいけど、軸はどうか。軸は負ですか、正ですか。軸は、軸は正ですね。うん、正だけど、じゃあ1以上、そうですね、1以上で、ここに来たら言われてるんですよね。だから軸も1以上ですね。1より大きいところに軸がありますね。だから2分の A が、あ、1より大きいですね。そうです。ここはだいぶ皆さん分かってきましたね。はい、でもそれじゃダメですよね。さっき言ったように、もしこれが下の方にあったら、グラフがこんな感じになったらビューンってきて1を小さくなりますね。とどうしたら、ここで知恵だ、ここで知恵だ、ここで頭使うよ。さあ、これは頭使うよ。まあ見てきた人は分かる。例えば彼の言ったように1以上でも、軸が1以上でも、グラフがこうなったら1を小さくに変えられる。で、これがこうなれば OK ですね。はい、したらこれとこれの違いは何だ。はい、じゃあ一番後ろの人、分かる？ F1 が、うん、正になる。そうですね、F1 が正です。もう彼はじゃあ見てきてるかもしれませんけど、まあ、気づいてるのは立派ですけど、F1 が正です。今まで F0 って言ったのが F1 になったのが正です。 F1 が正になる。そしたら OK です。そしたら確実にこれが上に上がるから、回答がここに出てきます。こうなります。分かった？分かってます。おっと。ということですね。ということで3番目いきました。そしたら次は、また戻りますね。あ、いいですか。書きながら理解できてますよね。このペースでいけば。動画回ってるんですかね。ちょっと心配してるね。はい、じゃあ次、4番目も一回いきますね。今度は正と負の解です。はい、どうしよう。分かったじゃん、正と負の。だからまあ D は0以上。うん、まあこれはちょっと難しいので、彼の言うのはまずこれ D は0以上、はい、それ0より大きい、0以上というか0より大きいです。正と負は異なるからね、はい、で、あとでこれで、まずこれができました、はい、でもこうなったらダメだよ。うん、ダメだね。どうしたらいい。
こうならないとダメだよ。そうする。そうする。これどうする？そこに持っていく。うんうん。で、A の範囲は？ A の範囲は、その0。あ、もう将来ですね。はい、後ろ。後線行く。わかんない。はい。まあ、次の前の人、はい、どうぞ。わかんない。こっちは。ああ、わかってるんですか。ゼロがする。わかります。見てきてない。わ、すごい。正しいです。F ゼロ学であれば、二次関数は成長しますから、ともかくここが負にあればどっちかにこう成長します。だから、実はこれはいりません。いや、ですよ、というか、これはね、みんな最初これ書くんじゃん。絶対書くと思うんだ。だから、F0 がこれだけでいいです。これだけでもう、あとは、どんな時も大丈夫です。F0 でいいです。これはね、なかなかみんな、この辺で一生懸命頑張って、たったこれだけじゃんって。で、この勢いでいきます。5、あ、5番。この勢いでいきましょう。したら、1より大きい解と1より小さい解です。では、どうぞ。眼鏡出した。シールさんはどうなると思います。一応答えは1でこうなればいいでしょう。1より大きい1は1になります。 F1 が、うん、 F1 が、はい、そうです。 F1 が負なんです。だからこの4番の派生形ですね。 F1 が負です。 F1 でこれ負になります。1を代入した値が負になればいいです。まあこれで大体できたんだと思います。じゃあ皆さん今から解いてください。残りの時間一生懸命与えたのを解いて解いてみてください。